ガンディラ・プリアダルシニー・ガンディは、インドの女性政治家で、第5代、8代首相。日本語では、ガンジーとも表記される、インド初の女性首相。父は、インドの初代首相であるジャワハル・ラール・ネルー。息子に、第9代首相を務めたラジーブ・ガンディ、およびサンジャイ・ガンディがおり、この政治家一族は、ネルー・ガンディ王朝と呼ばれるようになった。なお、 マハトマガンディとの血縁関係はない。1918年、父ネルー、母カマラと共に、少女時代のインディラ1946年、父のネルーと共に1917年、イラーハーバードで父、ジャワハルラールネルーと母、カマラの間に一人娘として生まれた。インディラの家庭は、富裕なバラモン階級の家柄であった。ネルーは、インディラの生まれた頃から、 インド国民会議派の独立運動家として活動するようになる。インディラの祖父であるモーティーラール・ネルーも国民会議派の独立運動家だった。インディラは父ネルーが独立運動に従事し何度も投獄されるのを目の当たりにしながら幼少期を過ごす。なお、ネルーの著書、父が子に語る世界歴史は独立闘争で獄中にあった彼が 娘であるインディラに書き送った手紙が元になっている。インディラは1930年代後半にイギリスに渡ってオックスフォード大学サマービルカレッジで学んだ。インドに帰郷後、1942年にゾロアスター教徒であるパールシーのフェローズ・ガンディーと結婚。フェローズは政治的理由からガンディ制に改正していた。1947年に インドが独立すると、夫フェローズは国会議員として活動するようになる。しかし夫婦はすれ違うようになり、関係が悪化する。フェローズが1957年の総選挙の直後に病に倒れると、インディラは献身的に介護を行い、関係が改善するが、それも長くは続かず、1960年にフェローズは死亡した。インディラは1959年に、 インド国民会議総裁に就任し、政治の表舞台に姿を現す。ただしインディラは、総裁職を1年で退任している。1964年5月27日、ネルーが首相在任中に死去。その娘であるインディラは、父の支持者から政界に進出するよう圧力を受け、ラール・バハードル・シャーストリー内閣の情報放送大臣に就任した。 インディラ・ガンディーとリチャード・ニクソン・シャーストリーが1966年に心臓発作により休止するとインディラを首相にしようとする動きが起こりインド国民会議の全員会議で投票が行われた結果ジャナタ党のモラルジー・レーサーイーを破って首相に就任した祖格前インディラはいわばお飾り大臣であり実権は党内の有力政治家が握ると予想されたが 彼女は強力な指導力を発揮していく。当時食料危機に瀕していたインドは世界銀行から融資を得るため世界銀行の条件を飲んで1966年6月にインドルピーの切り下げを行ったがパキスタンとの関係悪化を理由にアメリカ合衆国からの援助が打ち切られると世界銀行もこれに同調して融資を大幅に削減した。このためインドの世論が 反米、反世界銀行的な色彩を帯びてくると、インディラはアメリカと距離を置いて、社会主義的な路線を推し進め、1969年には商業銀行大手14行の国有化を行った。この政策をめぐり、インド国民会議は、社会主義路線を取るインディラ派とそれに反発する、反インディラ派に分裂する。そして、 食料危機克服のためだけでなく食料自給による諸外国からの自立も目的として緑の革命を推進した。1971年には東パキスタンのパキスタンからの独立運動に武力介入して第三次インパ戦争を引き起こした。アメリカがパキスタンを支援したもののインディラはソ連と接近しインソ平和友好協力条約を締結して 支援を受け戦争に勝利した。終戦後、パキスタンのズルフィカール・アリーブッド大統領と交渉し、1972年のシムラー協定で、東パキスタンをバングラデシュとして独立させることを、パキスタンに認めさせた。1971年の総選挙では、貧困の追放を掲げて、インド国民会議の議席数を伸ばすことに成功したが、 この選挙で、インド国民会議の選挙違反が指摘され、1975年に、イラーハーバード高等裁判所が、選挙違反を認め、インディラに、有罪の判決を下して、議員資格停止を決定すると、これに対抗して、インド全国に非常事態令を宣言し、反対勢力を強権で排除して、野党党員を多数逮捕、入国させた。非常事態令は7ヶ月後停止された。 インディラは、指示が得られるものと思って1977年に、総選挙を行ったが、反、インディラを旗印に、デサー・イーを中心として、急遽結成された、ジャナタ党が第一党となり、インド国民会議は惨敗した。インディラ自身も落選している。観測筋が驚いたことに、与党内の反対にもかかわらず、インディラは政権を譲った。 ジャナタ党政権が発足すると一時は、政界引退を表明したが、1978年10月に、カルナータカ州、チッカマガルール県で行われた、会員補欠選挙に立候補するなど、政権時代に政策面で優遇した南インドを基盤に復権を目指した。インディラは、次男のサンジャイガンディーと共に、逮捕されてしまうが、インディラに対する、同情心を生むことになった。 また、ジャナタ党政権は、反、インディラの旗印だけで団結していたため、政権運営が続くにつれ党が分裂し、政権が崩壊した。これらの要因はインディラにとって、追い風となり、1980年の総選挙で、インド国民会議は政権を奪還し、インディラは再び首相に就任した。1984年に、 ソ連で発行された記念切手1984年6月、インディラは、宿教分離主義者の殲滅を目的とする、ブルースター作戦の実行を軍に指令し、宿教の聖地、黄金寺院を攻撃させた。この攻撃では、宿教分離主義運動の指導者である、ジャルネイル・シン・ビンドランワレが死亡し、作戦は成功理に終わったが、宿教徒からの激しい反発を招くことになった。 同年10月31日、インディラは、俳優のピーター・ユスティノフからインタビューを受けながら、歩いている途中、二人の宿教との警護警官により、銃撃を受け、病院に搬送される途中で死亡した。犯人の内数人はその場で射殺され、もう一人は、逮捕されて、共犯者と共に1989年に、公主刑に処されている。インディラの死後、 インド国民会議の政治家の先導によって、反縮共暴動が発生している。インディラの公認の首相には、長男のラジーブがついたが、彼もまた1991年に暗殺されたため、ガンディ家の悲劇と呼ばれた。ありがとうございます。